幼いウィリアムと父チャールズ。1842年。ウィリアム・エラズマス・ダーウィンは、チャールズ・ダーウィンとエマの最初の子供で、幼い頃に父親によって、発達心理学的研究の対象となった。ウィリアム・ダーウィンは、ラグビー校とケンブリッジ大学のクライス・ツカレッジで教育を受けた。後に、サウザンプトンのグラント・アンド・マディソン銀行の銀行家となった。 1877年にニューヨーク出身のサラ・アシュバーナーと結婚した。ウィリアムは大学の資料にすべてアクセスできるような教育を強く支持した。ウィリアム夫妻には子供がおらず、妻が1902年に死去すると、名のグウェン・ラベラ、フランシス・コンフォード、マーガレット・ケインズらを敵愛した。1914年にカンブリアで死去した。ラベラは、 おじの思い出を愛情を込めて改装している。ウィリアムは一風変わった、人の目を気にしない男だった。ウェストミンスター寺院での祖父の葬儀の時の話があります。彼は長男として、母子として最前列に座っていました。彼の頭はすでに剥げかかっていて、隙間風を感じたようでした。それで彼は頭の上にバランスをとって、黒い革手袋を乗せて座り、 国民の視線の中で務めを果たしたのです。ウィリアムはチャールズ・ダーウィンの幼児心理学の対象となったことで有名である。ダーウィンはウィリアムを非常に愛していた。ウィリアムが生まれた時、ダーウィンは彼を美しさと知性の脅威と呼び、祖父のエラズマスにちなんで命名した。ウィリアムが3歳の頃まで、父は彼の仕草や表情を日記につけた。この観察は、 動物と人間の発達の比較研究の一部で、ロンドン動物園で、オランウータンの赤ちゃんを観察した後に行われた。記録日誌には、生後9日でろうそくの明かりを目で追うことを学び、6週間と3日後には、微笑むことを覚え、11週後には状況に合わせた、独特の叫び声を上げるようになったと記されている。父はまた分別のような深い性格の特徴。そして2歳半頃には、 両親が芽生えたことにも気づいた。この研究は、チャールズ・ダーウィンの後の研究にも影響を与え、1872年に人間と動物の感情表現についてと題されて発表された。観察記録は1877年に学術史、マインドに幼児の電気スケッチと題した論文で発表された。ダーウィンの研究は幼児発達と 児童心理学の他の研究者にも感銘を与えた。例えばドイツの心理学者、ウィリアム・プライヤーやアメリカのジェームズ・ボールドウィンは後に、ダーウィンの影響を認めた。ありがとうございます。